皆様ごきげんよう、大橋ひつるです。本日はブルグミュラー25の練習曲集より14番ステリアの女の解説をさせていただきます。この曲はこの曲集1番から13番までのまとめの曲です。これまで積み上げてきたテクニックがいろいろと出てきます。保持音、指滑り、装飾記号などです。ワルツのリズム、強、弱、弱も意識して練習しましょう。ステリアの女です。右手1小節目、アクセント付き保持音はしっかり保ちましょう。4小節目、小節中間部にリピートの印が入っています。ここで休憩しないように注意しましょう。5小節目からの左手は8分休符があります。特に2、3拍目の重音はその8分休符のためより軽く弾きましょう。それでは1小節目から28小節目のリピートまで弾きます。1と2と3と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 2と3と1と2と3と1と2と3と1と2と3と2と3と1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 4小節目をご覧ください。装飾音の入れ方のおさらいです。まず装飾音をつけない形で弾いてみましょう。12小節目リピートの後から15小節目までです。1と2と3と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 、この形が崩れないように装飾音を入れましょう。右手です。1と2と3と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 、両手です。1と2と3と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 、28小節目リピートより最後まで弾きます。1と2と3と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 、右手29小節目音飛びに注意しましょう。同じくこの右手29小節目3拍目から
次の小節にかけてスラーディミネンドがあります。気をつけましょう。28小節目リピートの後から32小節目の半分まで右手を弾きます。1と2と3と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 1と2。31から34小節目の左手をご覧ください。スラー付き保持音1拍目四部九符の重音があります。丁寧に楽譜を見ましょう。31から34小節目の左を弾きます。1と2と3と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 35小節目2拍目から3拍目にかけて慰めに出てきた指滑りです。35小節目右手弾きます。28小節目リピートから36小節目リピートまで両手で弾きます。1と2と3と1と2と3と1と2と3この箇所とても難易度が高いところです。この曲の練習を始めるとき、ここから練習を始めるのも一つの方法だと思います。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。次回はバラードです。